みんなに言っておかないといけないことがある。多分前回のパートでセーブし忘れたんだろうね。あのね、11日目まででしかなかったんですよ。1回目収録しようかなと思った時に、あれ12日目までセーブしたはずなのになって思ったんですけど、なかったんですよ。多分セーブをし忘れたんだろうと思ってね、とりあえずね、まあオフの時にとりあえず1日分先にやっておいたんですよ。次13日目、ここに書いてある分の13日目なんでね。そしたらなんかその日のオフの時のやつ、フリーズブレード 5本か6本ぐらい売れてね、めっちゃ儲かったんですよね。売上2万超えてしまったわ。そのところ収録できずに、皆さんに お見せできずに、ちょっと悔しい思いをしております。刹那圭介です。やばかった。フリーズブレード5本ぐらい売れた。収録してない時に限ってこんなに売れるっていうね。ドキチク要素やな、こんなん。まあいや、もう売れたんだったら売れたんでいいでしょ。14日目か。これ見てくださいよ。フリーズブレードここにあって、ここにもあって、ここあって、こうこうってあるんですよ。売れすぎ。お、ほら、あ、これ7本も売れとる。数えてみたら7本も売れとったフリーズブレード。なんでこういう収録しない時に限ってフリーズブレードめっちゃ売れるんだろうな。ほら、551のダメージも与えてしまったよ。7000切ったな、ダメージ。お前誰？あんた誰？あんた何？お前開店前からお前レジの立場におるんだ。おはようございます、今日も頑張りましょうね。いや、分かっとるけどさ、この人、前回雇った人よな。やり直したけど、雇うところまでは、ちゃんと雇ったんでね。まあ、前回のパートから、続きとして見ていただいて結構です。はい。フリーズブレードあんなに売れるとは思わんかったもん。トレンドの、まあいや、トレンド通りになったな、確かに。フリーズブレード。確かにフリーズブレードも売れたわ、びっくりした。というわけで今回もフリーズブレード押していくよ。あとこの人レジに任せとおけんな、俺は結構楽できる。この人の働きぶりっていうのがどんなんかわからんけどな、多分掃除に専念、レジの役この人がやってくれる分軽なるけん、床の掃除がしやすくなるんじゃないかなって思うところ。いかほどに。ほら、ちょっと、この看板のお姉ちゃんもおるよ。お姉ちゃん。このちょっと、看板娘っていうのもおるよ。来てくれんかな。看板娘。新しい子雇ったんやけどな。あ、来てくれ。なんだ今の。なんだ今の。看板娘、興味ないんか。あ、来た。おう、自動でやってくれる。ありがたすぎる、これ。おう、奥に専念できるもん、こんな。おここフリーズブレード。おう、便利。俺がオッケー途中にもうレジ生産してくれよんで。めっちゃ便利やん、これ。雇ってよかった感がある。どんどん売れろ、どんどん。俺が頑張って奥限。生産頼むわ。この人やって確かレジレベル的なんがあるみたいなこと言おったような言おらんかったような、まあどうでもいいんやけど。パートよ、パートの人よ。俺猫と遊んでるわ、もう俺猫と遊んでるわ。ウェイロングソード、ウェイブリブリ、ウェイ、あ、ごめん、ウェイ、あ、ちょっと今のでちょっと怒って帰ってしまった。ふざけるやめよう。よいしょ、オッケー、よいしょ、おっと、すまで、あ、まだちゃう、このボタン、この、看板娘おるんやで。
もうちょい来てくれたっていいんじゃない？便利やけど。昨日よりかは確かに売り上げは落ちたな。まあ、昨日はフリーズブレイドめっちゃ売れすぎのパターンだったもん。この調子に乗ってロングソードを雷鳴拳に帰ってみるのパターンでいきましょう。多分これはダメだと思うな。これはあかん策だと思うな。売れんと思うな、雷鳴拳。はい、終わった。雷鳴拳ちょっと黄色いが見えただけっていう。売り上げ1万なんぼ。まだ多い方だと思う。昨日のがデカすぎるんよ、これ。2万超えるかと思わんかったもん。フリーズブレイド7本も売れちゃった。なんて日だ。さて。あれ？まさかと思うけど、この人1日ごとに雇わなあかんパターンなん、これ。もういいよ。確かに便利なのも分かった。あ、雇ってもだ。そう言いながらでもやってもだ。そして奥のこの子がなんかびっくりマークを出している大発見ですか。うち貧乏だけど秘伝書を持っているの。でも宝の持ち腐れだからあなたに売ってあげるわ。売ってあげるってところがこの子らしいような気がするな。いらんってある。買う買わないじゃなくていらんなんやな。何よ、不潔。不潔弱いだ。いくらって言ったっけな。3万。そりゃ高いわ。だいたい秘伝書買ったところでさ、それを作れるだけの素材とかないとは思うよな。だからな。で、なんで買わんかっただけで不潔言われないかんの。それは関係ないでしょ。なんなんこの女の子。自分に優しい人にはなんか可愛いこぶるくせになったパターンなん。スーパー主婦。あ、そうだそうだ。なんか前回のパートね、もう張り切りすぎたっけんね。レベル2、いっぺんに 2つも上がってレベル7になったよね。張り切りすぎやな、これ。で、アイテムの情報なんかいりません。依頼ができません。確か、アイス石が欲しいところ。フリーズブレードめっちゃ売れたもんね。補充補充。あと、鉱材も。鉱材はもう、ポーンって、バカみたいに買っとっていいぐらいやもんね。オッケー。使うかは知らんけどね。増築でしょ？あ、You のキャブにコンサルティングしますの人やな。してもらっとこう。なんとなくしてもらっとった方がなんか効率いいんじゃないかなって思ってくる俺です。この人はもう毎日買っとこうぐらいの感覚なんよ。ね。あれ？なんか属性好きの剣の売り上げ、なんか人気が下がってない？てか大体平均的に下がっとうような気がするんやけどこれ。へぇ。バスタードソードが追い抜いたぞ。追い抜いたやつかなんかバスタードソードは動いてないけど属性好きが落ちてきたみたいな感じになっとる。次バスタードソードか。属性付きの代わりにバスタードソードを置こう。それで行こう。ありがとう。トレンドマロー。同じこと言おんな。あ、これも同じこと言おんな。アイスランスとは思ってない。あ、まだ不謹慎なこと言ってますぜ。持ってないわ。ここのギルドの人、俺の実力買いかぶりすぎやけんな。しかも同じことしか喋ってくれんけんな。面白みってがないですよ。なんかこのギルドの人めちゃくちゃ冷たい。ああ結局なんかこのびっくりマークの人に何を不潔って言われたこと以外に何も勝てない気がする。冷たいぜみんな。しかも変わったとこがマイナスに変わっとるやん。猫ちゃん触って癒されるのパターン。おう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 、猫ちゃん触り寄ったらめっちゃ癒されるう。おうおうおう、バカみたいやけやめとこも。さて武器これ以上作る必要は。バスタードソードを2本ぐらい作っておきましょう。
トレンド通りだったらバスタードソードもちらほら売れそうやもんね。一応やけどフリーズブレードも2本だけ言っておきましょう。あと要となるロングソードも補充と、あと数は適当に作るよけどね正直もう適当に作ってもいいやな感覚ですね、そうやな、槍もちょっとだけやけど作っておこうかな。よし、それ以外は特になんもないでしょあんま進展しない売り上げ次第やもんな、この辺りは。トレンドでなんかいい武器が売れるようになってきてくれたらいいのにな。鍛冶屋ゴリゴリもちょっと知名度上げて、めっちゃ走ってる、ちょっと今猫ピー何お前、ちょっと一瞬だけトランザム使ったで、なんだタッタタ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 、今回はここで終わり。はい、というわけで今回はもう波乱な感じだった。猫ピー。猫ピー、お前、すごいことやりよったな、お前。はい。あ、また、お前。はい、終わろうって感じでやりよったのに、お前何よ、お前。自分が目立ちたいからって、お前。暴れ回るな、お前。というわけで今回はこの辺で、次回も、俺の実況で、ピーマインド全開。この挨拶なんか安定せんな。じゃあ。